鳥居宇治上神社は、京都府宇治市宇治山田にある神社。式内社で、旧社格は孫社。隣接する宇治神社とは対をなす。ユネスコの世界遺産に、古都京都の文化財の構成資産の一つとして、登録されている。都道地いらつ祭神は次の見柱。延長5年成立の、演劇式神明帳で、宇治神社に座と見える二座のうち一座に否定される。 この、二座を祭人と見た場合、都道地いらつ子を一座とすることは動かないものの、もう一座については、父の応神天皇、いぼ兄の仁徳天皇、母の矢川枝姫とする諸説がある。創建年代などの起源は明らかではない。宇治上神社のすぐ近くには、宇治神社があるが、宇治上神社とは二者一体の存在であった。宇治上神社の境内は、 山城国風土記に見える宇治千ら津湖の離宮、桐原ひけた宮の旧跡であると伝え、両者旧将の離宮明神もそれにちなむと言われる。宇治上神社の境内には、天皇石、岩上山と呼ばれる巨石があり、岩坂信仰による創始という説もある。延長5年成立の演儀式新名帳では、山城国宇治郡に宇治神社二座桑遊戯の記載があるが、 その二座はそれぞれ宇治神社、宇治上神社に否定される。なお、宇治上神社の本殿は本来左右二棟であるとして、宇治神社二座は宇治上神社の身を指すという説もある。神明朝の桑遊儀の記載は、記念祭の際に、朝廷から桑遊儀の封建があったことを意味する。近くに平等院ができると、両者はその陳述者とされたという。 明治以前は、宇治上神社は、上社城、本宮、宇治神社は、下社、若宮と呼ばれたほか両社を合わせて、宇治里宮明神、宇治里宮八幡宮と総称された。明治に入って、宇治神社とは分離し、近代社格制度では尊社に列した。2004年2月の奈良文化財研究所や宇治市などによる年輪年代測定調査では、 本殿は1060年頃のものとされて、現存最古の神社建築であることが裏付けられた。また、永昇7年創建の平等院との深い関連性が指摘されている。拝殿家菅社本殿扉栄殿の随心像。所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。